どうも、高木よしなりです、少し遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします、2020年シーズンも、終わりました。そこで、今回は高木的2020年シーズンゴールキーパー総括をしていきたいと思います。特に J リーグ今回コロナの影響もありまして、降格がないシーズンになりました。でそんな中で今年目を見張るのは若いキーパーがすごくデビューした年になりました。これは J リーグ開幕してから初めてのことだと思います。このぐらい、若いキーパーがデビューできるっていうのは。でしかも、僕の感覚ですけど、もちろんみんな若いキーパーもみんな頑張ってるんですけど、実力で取ったとかはそんな思えずに、見てました。でもちろんプロになる選手ですから、実力がないわけじゃないけど、どっちかっていうとその経験を積ます意味合いがすごい強かったと思います。なのでそんな中でも上位のチームで頑張って出てた鹿島アントラーズの沖選手とかは、実力もどんどんついてって、曽我畑選手やスンテ選手っていう、ね、国を代表するような選手をサブに追いやって出たっていうのはすごく今後は楽しみかなって思って見てます。かたやベテランの味が濃く出たシーズンでもありました、昇格は J2 はあったんですけど、降格がないっていうことで危機感が薄れやすいシーズンになったんですけど、そんな中でも、横浜 FC だと南選手、僕と同い年なんですけど41歳がしっかりとしたやっぱプレーを見せる。でそこにはやっぱり、彼ともよく話すんですけど、ベテランになっていくともう一回基本に戻るっていうのをすごく言ってたので、基本に忠実なプレーを見せてたと思います。優勝した川崎フロンターレの、ソンリョン選手も、日本長いんですけど、自分のストロングポイント、シュートを止めるっていうところに特化して、すごく基本に忠実にプレーして、堅守に貢献してたと思います。でやっぱし今、外国籍の選手の話をしたんですけど、外国籍の選手もやっぱ目立ってきてて、グランパスのランゲラック選手なんかは僕はなんかもう MVP 級の活躍だったんじゃないかなとは思ってます。で実際生でも見てますし、サイズの問題だけって言われがちなんですよね、外国籍の選手っていうのは。でもその外国選手だからこその力強さとか、日本人にない力強さを日本の J リーグにフィットさせてるっていう部分では、彼が一番順応したんじゃないかなと思います。で仙台も苦しい中、外国籍の選手が活躍しましたね。特に、ランゲラック選手は、際どいボールを触って弾いた時に弾ききれる強さが際立ってます。強さだけじゃなくてキャッチとかの正確性もあったり、キャッチと、パンチ、弾くの判断が、素晴らしいと思います。2020年シーズンは、選手にとっても大変なシーズンになって、いろいろとキーパーで入りあったんですが、そんな中でもワンシーズン、通して一人の選手が戦ったチームが少なかったっていうのは、僕としては残念な部分ではありますね。若い選手が掴んだらそのまま、離さないで、やれたらキーパーの活性化っていうのはなったと思うし、でも片やベテランのゴールキーパーの存在価値とか、やっぱその基本技術をしっかりしてるからこそ生き残れるっていう部分では嬉しいシーズンでもありました。なので、2021年は、次のワールドカップに向けて日本代表の争い、ポルトガルから権田選手がエスパルスに帰ってきて、いよいよこう日本で戦うって中で、日本代表のキーパーが誰になるのかな、それは若い選手なのか、今油が乗ってきてる選手たち、30代、30前半の選手たち何になるのか、そこら辺のやっぱパフォーマンスの安定性をしっかりと見ながら、で降格する枠も多いので、降格をしちゃいそうなチームのキーパーが若い選手なのかベテランの選手なのか、それによって踏みとどまれるのか落ちてしまうのかっていうのもまた一つ見どころになるんじゃないかなと思っているので、
2021年シーズンのゴールキーパー、そういうところも注目して見ていきたいと思ってますし、見ていってください。いつもは質問コーナーに答えてきたんですけれども、今日はこのような形で総括させていただきました。今日の回答は参考になりましたでしょうか。こんな感じでどんどん質問に答えていきたいと思ってます。質問のある方は YouTube のコメント欄へぜひ質問を投げちゃってください。しっかり答えます。技術的なことをもっと知りたい方は概要欄のメルマガの方の登録もぜひよろしくお願いします。